おはようございます。今朝も体に深呼吸。心のためにも深呼吸。良い一日のスタートとなりますように、恵みの深呼吸のお時間です。久しぶりに、えー、星の王子様という本を読みました。何度目になるでしょう。しかし、読み終わってから、 つくづくづ思ったんですよねこれほどウィットに富みしかも真実を分かりやすく伝えている本は他にあるだろうかと現代人が忘れてしまっていることあるいは現代人が信じ込まされていることなどがこの本の中にはたくさん描かれていますそういう意味でこの本はもはや、えー、子供向けの本ではなく まさに大大人ののための大切な物語だと思いますいや大人のためのというよりもおそらく全年代が字が読めるようになったら読んでおくべき本なのかもしれません。飛行機事故で不時着して故障した部分を修理しようと必死になっている、えー、その人が王子様と出会うというまあ星の王子様と出会うという不思議な 出会会いと会話うんその環境を軸にして物語がどんどんんんと進ででいくわけですよねでこの星の王子様が、えーまあ、いろんなところにこう出かけていくわけですけれども、えー、小さな星の住人がまあちょっと変わった人がいるわけですけれどでもそれは何か人間社会の中にうごめいているさまざまな欲望の堂々巡りといいますか。 現代人が信じ込まされているこういう生き方がいいのだというなんかそういうことを土台にまあ実にこう風刺的にと言いますか、えー、書いているように思います。また同時にこの王子様と大切な一輪のバラとの関係絆についての逸草というのは現代社会に生きる私たちが 本当に大切なこととして心の中にとどめなければいけないものだと思います。有名な「キツネとの出会いの場面っていうのがありますけれどもこの「キツネとの会話というのは実に心の中にこうじわっと入ってくるんですよね。物事はね心で見なくてはよく見えないんだよというね一番大切なことは目に見えない。君のバラにかけ 君のバラをかけがえないものにしたのは君がバラのために費やした時間だったんだと。でこう続くわけですね「君は懐かせたもの絆を結んだものには永遠に責任を持つんだ」というようなこう狐と星の王子様とのやり取りは非常に心にこう深く残ります。 でまあ、その最後の場面でこう星のことが出てくるんですけれどもやっぱりなんかこう泣けてくるといいますかねなんかそんな気がするんですよね。まあ、お時間があったら是非是非この時期に読まれるといいかもしれないなと思います。あっという間に読み終わる本だと思いますけれどもど同時にわあと思うほど内容の濃い 本でもあるんだなということをこの度再発見した次第です。星の王子様、サン・テグ・ジュペリという人が書いた本ですけれども、うん、お時間があったらぜひぜひ、えー、お読みください、えー。あなたもきっと星に向かって、バラに向かって、いてくれてありがとうとこう伝えたくなるような、そんな内容豊かな本の一つです。星の王子様、おすすめです。それじゃあまた。